ーカツ with ドッペルゲンガー実況プレイ始めていきたいと思います。4人いる美少女のドッペルゲンガーの中から1人だけいる男の子を探すっていう、ちょっと説明文ではよくわかんないですけど、やってこ、ピーカツやるよ。このゲームはフィクションです。登場する人物、団体、名称などは架空であり、実在のものと関係ありません。または特定の行為を推奨するものではありません。オープニングをスキップしない。さてやってっか。チョココ、ハンドルネームであり本名ではない。あ、そうなんだ。2月14日日曜、バレンタインデーか。今日は寂しい男どもがたくさんおるはず。ピーカツで荒稼ぎやね。SNS に書き込んどこ。寂しいお兄ちゃんたちにチョコレート配っちゃおうかな。欲しい人はリプしてね。ハート、あなたともっとお話ししたいな。チョコレートはまあ100円の板チョコでいいやろ。あ、早速通知来た。簡単だな男って。ぜひ食事したいです。都内で1時間食事5000円。5000円ってガキの小遣いや。お前もガキではないのかな。安すぎ、論外論外。うん、もう一つ来てるっぽい。よろしければ食事しませんか。10万円でどうでしょうか。そんな稼げんの、パパ活。パパ活って言っていいのかな。つどとは一度きりの付き合いのこと。ああ、そんなの書いてあった。10万、やば。つどでこんなもらえるのマジやば。あ、そうなんだ。専門用語。大人はなしやね。うちいつも食事だけやし、大人とは体の関係になること。そうなん。パパ活が勉強になるな。よし、じゃあ早速約束しちゃおっと。楽しみだな。10万、マウスランド行こっかな。そして約束の時間。わあ、これやば。マジウマパパ大好き。あ、君はそう言って何人ものパパを籠絡してきたんだね。めっちゃ普通の男の人なんやな、この人。籠絡？うん、そうかいな。君は学生さんから明日チョコを渡す男の子はいるのかい。あー、別におらんわ。一面には渡すと思うけど。そうなんだ。君ぐらいの年頃の女の子だったら好きな男の子ぐらい誰でもいそうだけど。それってあなたの感想ですよね。男子なんて眼中ないし。こんなさ、女の子とさ食事ってそんな会話したくないだろ。だいたい同い年の男子なんてみんな貧乏だし、そりゃそうだろ。その年、何歳か知らんけど、その年で稼いでるやついないよ。だって私が一番お金持ってるし、持ってるだろうね。だって食事1回10万なんだもんね。付き合うだけ無駄やし。まあそっか。でもお金、そっか。そうかそうか。いや、お金はいつでも稼げるけどさ、その子供時代のそういう関係性ってもういつでもは買えないからね。ごちそうさま。そろそろ時間やない？ふふふ、まだまだこれからだよ。一緒に食事だけで10万だったはずやろ。お、そろそろ聞いてくる頃か。うわ、なんかひどいことされんの。なんだか急に眠く。うわー、最悪だ。何ここ、誘拐されたんだけど。私、同じような女の子が4人いる。あれ、ここどこやろ。確かパパとご飯食べてて急に眠くなって。てか、うちの他にも人がおる。いてて。なんだここは。僕は一体、僕。あれは、え、うち？みんなうちなの。顔がそっくりってこと。いや、でも何かが違うよ。お目覚めのようだね。お前、魔王なんかよ。どういう登場の仕方なんだよ。さっきのパパ。これはどういう？全然みんな同じような顔に見えるな。ごきげんよう、キサラギミホ。みんなそうなの？どうして僕の名前を？あいつ、俺と同じ名前？どういうこと？そこにいる4人、同姓同名ってことな。そう、君たちはそれぞれ。未来、ピタロウ、ランナー、ラナー、そしてチョココと名乗ってはいるが、本名は同じ。だが、ただ同姓同名というわけではない。4人は遺伝子、DNA やら何から何まで全く同じ人間で、どうやって調べたんだ、そんなの。君たちが眠ってる間に遺伝子鑑定は、遺伝子鑑定を実証済みだ。間違いない。そうなんだ。怖お前。どういうタイプの変態なの。そう、君たちはまごうことなき同一人物。ただ、出身の世界が異なる如月美穂。生まれた環境が違うために性格において差異が生じている。ということは僕が4人いるってこと。まあ、同一人物というよりかは、ドッペルゲンガーという方がしっくりくるか。君たちは同一人物であり、別人。そこで一つゲームをしてもらう。どうしたの急に。お前、さっきまでパパ活やってたんじゃねえのかよ。あ、ゲームだと。君たち4人のうち1人だけ男がいる。
その男にピーカツをしろ、そしてチョコレートを渡せ。その様子を私に見せつけるのはどんな性癖なんだよ、声な。え？意味わかんねえぞ。私はドッペルゲンガー同士の異性愛が好きという特殊性癖の持ち主だ。だがあまりにも供給が少なすぎてだな、自分で作ることにしたの。タイムマシンやら何やら開発して平行世界の君たちをお借りしたというわけだ。お前その労力他になんかなかったの？ちなみに君たちを選んだ理由は他でもない、可愛いからだ。やった、私たち可愛いんだ。君らはタイムリープでピーカツを繰り返し厳選した娘たち、しかも男の子もいる。ふふふ、最高だ。考えるだけでよだれが止まらん。こうはこいつ。なおのこと意味が、なおのこと意味がわかんないぞ。意味わかんないね。未来最高。顔、こわ。どんな T シャツなのそれ、かわいいな。欲しいんだけど。わあ、本物の変態さんだ。なお、男の子を見つけピーカツした子には100万を与える。文句はないだ。取引ができるね。じゃあその男が圧倒的有利じゃない、この状況。100万それなら文句ないぞ。みんな金。切り替え早そうだね、ピタロウ。でも魅力的な条件だ。僕も頑張るぞ。何が何やらわからんのだけど。結構面白そうやな。面白そう。なんか誘拐されてること忘れてないか、お前ら。ちなみに間違ったドッペルゲンガー、長いからゲンガーというか、ゲンガー。ゴーストタイプっぽいな。間違ったゲンガーにピーカツをしたらお仕置き。電気ショックをおもらしの消えた。最悪なんだけど、何それ。え？これ大丈夫なの？大丈夫なゲームかな？が、学校いつの間に。なんかおもらしとか聞こえた気がするんやけど。まあ、3人の中から男の子を見つければいいんやろ。でも平行世界のうちって言われてもピンとこんな。あ、確かに。まあこの学校にいるんかいな。探してみるか。学校の中を探索しヒントを集めて、未来ピタロラナーの中から男の子を当てましょう。ちなみにうちが男の子ってことはないよな。そうな。どうな。うん、ついてないし。なお、他人の股間を触って確かめるのはルール違反で。そうなんだ。うるさい。てか、なんだよ、この天の声。確かに。パパは2階の大教室にいます。誰が男から分かったら、彼に教えてください。はい。またセーブ、あ、オッケーオッケーオッケー。やってみるわ。今まで知り得た情報とか記録できたりする。なるほどね。私物、メモとか、私物手帳、セーブする。大丈夫かな？ YouTube 的には。ドッペルゲンガーたちの詳細を確認できる。チョココ。ピーカツで荒稼ぎしている自身の可愛さを自覚しており、少し危うい自撮りを SNS にアップしている承認欲求の塊。なるほど。よ。 This is fun time is wonderful. It is a supreme masterpiece created by God. どういうこと？ん？よく似た女の子がいるね。君に似た人は私が英語で話すと英語で返してきた。そうなんだ。外国人には見えなかったけど、勉強ができる優秀な子ってことかな。頭がいい人がいるのかな。なるほど。どういうことな。あ、同じだ。そうなんだ。わかった。ありがとう。噴水を見てたんだ、あなたは。あ、文章表示中 S キー押しっぱなしでメッセージスキップができる。おや、そうなんだ。非表示の切り替えオプションによる行います。今はいいや。このようにキラキラしている箇所は決定ボタンで調べることができます。なお、自分の他に同行者がいるとメッセージが変わったり。あ、そうなんだ。大事だな。文字の知恵というか、チョココちゃんはバカだし、何か特殊技能があるわけでもないですから。なるほどね。うっさい、バカという方がバカなんやい。確かに。まあまあ、高値で売れそうな女神像やね。ピーカツ繰り返したらうちにも買えるんやろか。欲しいの？逆に。別に買う気ないけど。どんな会話してんの？まあ、ああ、同じこと言ってんな。よ、じいさん。ん？君はさっきの。またお花を見に来たのかい？ん？よく見たら別人か。君自身はお花に興味なさそうだ。教養のない顔をしてる。すごい言われようだ。初対面なのに。うっさいな。なんだお前。喉乾いたお水でも飲もうかいな。うん、おいち。なんだこれ。セーブだな、とりあえず。水飲んだらなんか変わんのか。よ、お前何してんの？勇者みたいだけど。君に似た女の子さっきも見たわ。4人目だわ。そっくりさんって結構いるんだね。え、一人男おるん？そういえば俺の股間センサーが反応しなかったよな。そうなんだ。君の前に入った子はなんかこうビッと来なかったんだよな。3番目の子だっけ？なんかあるってことやな。なるほどね。それめっちゃ大事な情報だな。
うちにいた、ああ、オッケーオッケー、待ってる100万。このゲームは結構こういう大胆な文章がお送りされているけれど、推理ゲームらしいです。ここ何の空間？あ、入れんの？こっから。ほうほう。あ、でもこっちはいけない。まあ、推理してい、こうかな。っていう感じですね。謎解きゲームらしいですよ。いや、3人目誰かわかる？君に似た女の子。ああ、そういえば何人か見たよな。ドッペルゲンガーってやついるもんだ。何か情報欲しい。そう言われてもな。ああ、そういや、さっき似た子が右端の本棚をじろじろ眺めてた気がするわ。ああ、そうなんだ。ありがとう。さすがに男子トイレに入るの。そうね。こっちは。ああ、待て待て。右端の本棚一応調べてみるか。よ。よって言っちゃった俺本棚に。どれ？この本棚に何かあるけ？ん？なんか落ちとる。これって遊戯姫カード。男の子は好きなやつやな。遊戯姫カード。そうなんだ。聞いたことあるな。今日は午後、今は午後3時か。そろそろおやつの時間やな。何食べようね。ドーナツにしよっかな。よ、スマホ持ってる。うわぁ、眠い。ラナ。ん？ああ、お前は確か名前はチョココだな。お前はパパの話どう思う？100万は欲しい。だが冷静になって考えてみるとどうも匂うつうか。性別ジャッジって何？雑談しよう。まあ変なことしようとすればあんなおじさんすぐにとっちめられるけどな。そうなの？なんで？ん？これでも空手5段だぜ。腕っぷしには自信がある。すごいね。腕っぷしが強いとピーカツも楽だ。無理やり迫るやつを返り討ちにできるからな。お前にはキックボクシングがおすすめだな。サンドバッグ叩くだけでもすっきりするぜ。あ、そうなんだ。ありがとう。お前にはってどういうこと？見ただけでわかんの。性別ジャッジ。しかし眠い。だが寝るわけにはいかねえな。なんでこんなに眠いんだろうな。え、これはちょっとよくわかんない。うん、それはピンとこねえな。オッケーオッケー。こういう推理ゲームね。わかったわかった。あー、こっちから調べても関係ねえんだ。なんでもない。オッケーオッケー。こうやって一人ずつ喋ってくんだね。BGM ちょっとでけえな。じゃあここにいた子に喋りかけてみるか。これなんだろう。生物の教科書が開かれてる。染色体の話が書いてある。一本の染色体は非常に長い DNA 差から作られている。なお DNA とはデオキシリボ核酸のことで、遺伝子情報を載せた物質のことである。人のすべての正常な細胞の核には23対合計46本の染色体が格納されている。うち44本が上染色体、2本は性染色体と呼ばれる。胎児が男性になるか女性になるかはその2本の性染色体により決まる。性染、もうなんか生物の時間になってんな、いつの間にか。性染色体には X と Y の2種類がある。女性の場合は X 染色体が2本、男性の場合は X 染色体と Y 染色体が1本ずつと異なる。ちんぷんかんぷんや。なんかの手がかりかもしれんけど、もっと勉強できる子がそう。ああ、なるほどね。あ、こういうことね。こういうことか。お前勉強できそうだな。ちょっと待って、ちょっと待って。セーブだ、セーブ。勉強できそうな子がいる。あ、そっくりさん。名前は確かチョココよね。声小さくて聞き取りづらか。私なんかよ、雑談。正直男を見つけるなんてあんまり興味ない。でもお金は欲しい。すぐお金なくなる。だからピーカツだってやってた。実はあなたが男だったりしないかしら。ああ、イライラする。どこに行ったんだろう、あれ。レアものなのに。ああ、遊戯姫カード。とりあえず勉強でもして気を紛らわせる。ああ、あるよ。私の性別でどっちだと思う。とりあえずお前は男だと思うわ、今んところ。なんかあの、女の子らしくしすぎてる。外見とか。あのシャツとかもそうだけど、あ、女の子好きそうみたいなのを着ている男だ。お前遊戯姫カードが好きだろ。これ遊戯姫カード、あなたが見つけてくれたんだ、ありがとう。これを持ってるってことはまさか、え、優秀な子なんだな。お前気づいてなくてよかった。もしかしてもう一度本棚を調べた。何か、あ、そうなの。何かんだ、まさかって何。もう一度、ん、難しそうな本の間に何か挟まってる。え、何これ、エッチな本や。女の人の裸ばっか。エッチな本覗き見しててカード落としたとか、そういう、あ、そういうことなの。でも難しい本の間にエッチな本を隠すやなんて、あ、悪知恵が働くな。何かのヒントかいな。うわ、なるほどね。あ、じゃあキラキラ光ってるところは、キラキラ光ってるうちはなんか情報があるってことなんだ。なるほどね。オッケーオッケー、大事だなこりゃ。ってことは
お前は男で遊戯姫カードが好きで、そしてエッチな本も好きなんだろ。そうやね、エッチな本を見てたってバレるわよ。カードと言える本当に男子みたいな趣味やな。確かにそうよく言われるけれど、別に男の子みたいな趣味の女の子だっていいじゃない。確かに信じてない。じゃああそこ触ってみてよ。何これ怖いな。え、でも触るのはルール違反じゃん。でもそれが判別には一番早いじゃない。それはそうやな。それじゃあゲームオーバーになんないの。ついてない。あ、そうなんだ。男の子かと思った。そうや、むしろ欲しいくらいだ。そうなんだ。ちなみにあなたも女の子なのよね。触ら、あ、それが目的かお前。あ、うん、大丈夫これで。そんなにまさぐらんで。変態やん。変態なんだ。ふふ、あなたとても可愛いわね。軽く博多弁ってのもまたそそるわ。こいつ変態だ。私あなたのこと気に入っちゃった。あ、ついてくんの。男探し私も協力するわ。勉強はそれなりにできるし助けになるといいけど、よろしくね。あ、よろしく。仲間が増えた。あー、マジか。俺この子かと思ってたわ普通に。じゃあこれについてお前なんかある。ちんぷんかんぷんや。パパの言ってたこと何か引っかかるわね。思い出せないわ。何を言ってたっけ。何を言ってた。何を言ってたんだい。まあなんかタイムマシーンとかいろんなこと言ってたけどな。よ、3番目ってこの子じゃないってことだよね。エロ本読んでるの見られてたのね。気をつけなきゃ。そうなんだ。気をつけな。そんなに喉乾いとらんけど飲んどこう。なんで飲むの。これなんなの。ふふ、あー、そっか。あ、これ水あんま飲んじゃダメか。うん、君はさっきのまたお花を見に来たのか。うん、よく見たら別人か。あー、これ言ってたな。あ、こいつ英語喋れんのかな。わかる。I can tell. I think it is erotic a little. エロいことちょっと考えてるってこと。なんて言ってるかわからんけど、エロティックだけ聞こえた。なんなのこいつ。怖いんだけど。そんなこといちいち言わなくてもいい気するけど。なんかさ、なんだっけ。お仕置きされるみたいな言ってたじゃん。最後。あ、そのことがこいつ気になってんのか。これ水飲みすぎたらダメなんじゃね多分。もう負けるんじゃん。そういう感じなんじゃない。ちょっと飲みすぎちゃった。あ、なんだ。う、あー、やっぱそうなの。トイレどこなんだろう。もうトイレ行くしかねえな。うわ、やっぱそうなのか。いくらおしっこしたいとはいえ、さすがに男子トイレに入るのは。本当はあなたって男子だったのかしら。それともそういう趣味。いや、ち、ここ男子トイレ。てか、そんな趣味ないし。なるほど、ね、一人だったら入ってたのか。うわ、それ、一人の方が良かったのか。へへ、まだ大丈夫。うわ、なんか大丈夫じゃなさそうなんだけど。今それどころじゃ。あー、オッケーオッケーオッケー。え、トイレを、あ、あるな、トイレ。ついてっていい？ちょこ、ダメ。いや、ついてくんの怖すぎるだろ。そっかそっか、そういうのがあんのか。なるほどね、よくわかった。すっきり。ちょこっと危なかったけど、開放感やばか。あ、そうなんだ。なんで我慢した後のおしっこってこんなに気持ちいいの。なん、すごい話してんな、ずっと。あ、もう一回トイレ入るか。まあトイレはいいかな。ついてっていい？ああ、そうなの。入って、ロッカー見とこう。キープアウト。トイレは故障中だ。これやばいゲームなのかもな、もしかしたら。もうそこそこやっちゃってるけど。ステンドグラス興味ないな。あ、興味ないんだ。こいつ何？あ、ステンドグラス興味ない。非常ベル押してみたくなる。いやー、そうかい？蝶の剥製美しいぜ。うん？君、さっきのことは別の子か。君と似た子が蝶の剥製を見て真っ青になっててさ。キャーって大声出してたね。あれは相当な虫嫌いと見たね。蝶の剥製すらダメなんだ。それは相当やな。いや、剥製も結構俺きついよ、虫系は。いや。あ、消えた。なんでもない。あ、そっかそっか。この子がいるからって、そんな全部が変わるわけじゃねえんだ。じゃあこっち。あ、パパがいる。パパ活のパパがいる。パパ部屋か、ここ。パパ部屋。なんだここ、パパ部屋か。よ、横から話しかけてくるとは無粋だな。前から話せよ。なんだこいつ。パパ活してたくせに礼儀を重んじるんだな。おっと、頑張ってるね。誰が男か分かったかな。え、分かんねえ、分かんねえ。あ、よかった。キャンセルキーを押せたんだ。よかった。まだわかんねえよ。ちゃんと謎解きしたいんだよな。こっちパパ部屋か。じゃ、左側行けるのかな、これ。行けた。何部屋、ここ。なんや、このチラシ。
あなたのお腹の赤ちゃん DNA 鑑定してみませんか。生まれる前から性別がわかります。胎児の時から性別ってわかるんやな。一つ賢くなった。そういや前いた保健室の先生妊娠して休んでるって話やったな。あ、そうなんだ。インターネットは繋がってないわね。これじゃ情報は得られんね。いや、学校のパソコンでエロサイトが見れるか試してみたかった。すごいな、お前頭の中ほんとエロしかないんだな。そっちか。どっちだよ。ホラーゲームでよく動くやつ。あ、こいつ動くんだ。やだな。ホラーゲームじゃなくてよかった。ベッドで一休みしたい気分。でも100万のために頑張らんと。ねえ、チョココちゃん、ちょっと疲れたし少しだけ休みましょうよ。やばそう。別にそんな疲れとらんし。私が疲れたのあんまし体力ないし。まあそんなに言うなら、ゲームオーバーかこれ。それじゃあ寒いし一緒のベッドで。え、いや、な、うわ、なんだこれ、やばい展開になってきたぞ。大丈夫か？未来最高、未来最高ってどういうこと？未来最高の T シャツ着てるからどういうこと？何かが起こったのかい？だ、ああ、なるほどね。危なかったってことなのね。危険なゲームだな、結構。さ、行くか。え、じゃあここの部屋ちょっと待てよ。なんかここなんかあるな。あ、なんもねえんだ、これ。そういう車椅子か、ただの。え、他行ける場所あるか？あ、あるわ。なんで俺これスルーしたんだろう。食堂みたいなのがあるの。2月14日、あと2ヶ月もしないで3年生。受験勉強したくない。別世界のうちは勉強好きな子もいるんやろか。そういえばうちら4人って何やったっけ。思い出すな、ドッペルゲンガー。記憶力の良い子がそばにいればな。え、こいつじゃダメなの。美味しそう。でもあんまり食べたら太るし。そっか。いや、やっぱり愛しの女の子からもらうチョコレートは格別だね。これって手作りだよね。女の子って大体料理が得意だよね。実はお母さんに作ってもらって料理苦手なんだ。ごめんね。そうなんだ、悪い。でもすごく美味しかったよ。でも来年は下手でもいいから君の手作りチョコが食べたいな。手間なんだけど。ありがとう。カレピ出勤。ああ、そうなんだ。まあうちも思えばろくに料理作ったことないわ。やっぱり料理したら女子力上がるんやろ。まあ料理のうまい下手は性別には関係なさそうやな。確かに。まあ別にそうだね。俺男だけど割と料理得意だしな。あんま料理は関係ないもんね。料理あんましない女の子もいるしね。美味しそう。でもあんまり食べたら太る。言ってたの。よ、おばさん。休みの日でも食堂はやってるよ。寮に住んでる学生の味方だからね。やった。そういえばさっき君に似た子が大盛り定食を頼んでてね。特にご飯なんて山のように大盛りで、まるで男の子みたいな食いっぷりで、おばあちゃん感心しちゃったよ。糖質が気になるし、ご飯大盛りは食いきらん。というかそんなにいいが、ここで大盛りを頼んだ子は男の子かいな。いや、そんなことない。俺めっちゃ小食だもん、男の子だけど。あんたもなんかどうだ、安くしとくよ。あ、それならケーキ食べちゃおう。ありがとう。いや、そっか、男と女をさ見極める方法ってめっちゃ難しいよね。じゃあ体に触れたりとかしないってなると、ここの料理は美味しい。お腹は空いてたから助かる。おや、君確かチョココくんか。僕に何かよ。雑談。ネトゲやってると女の子ってだけでチヤホヤされるのが僕は苦手でね。でも男として振る舞うと僕のギルドメンバーも自然体で振る舞ってくれる。気が楽なんだ。なるほど。まあ男として振る舞うのはネット上だけの話で、オフ会だと女の子として振る舞うけどね。普段は自然体のネット友人たちがドギマギするのを見るのが楽しいんだわ。確かに面白そうだね、それ。性別を聞き出したい。僕の喋り方が男の子っぽいから疑うのも無理はないよね。でもこの僕の喋り方はただの処世術さ。だからたまに女の子をバレすることがあって、僕には口にするのもはばかられるほど苦手なものがあるんだ。ああ、虫か。何のことだと思う。それは虫が嫌いなんだろ。そう、それだよ。ゲームに出てくるそれすら苦手で、音ゲーやってる時にそれに当たると思わず女の子みたいな悲鳴を上げてしまうんだ。情けないだろ。処世術で男っぽく振る舞ってるのにさ。それで女バレして粘着されたこともあったし、困ったもんだよ。そうなんだ。でもそれ嫌いは克服したいと思ってる。僕には好きなものがあるんだ。え、何ご飯？料理？これじゃないね。え、ご飯。まあそっか。いやー、俺虫嫌いだけど、虫嫌いをさ直したいって思ったこと一回もないけどな。でもだって嫌いなんだもん。大食い？あー違うの。何こいつの好きなものって。 DNA 鑑定ではないよ。虫嫌い。
で、遊戯王カードはあいつのことじゃなかった。あ、お花が好きな子かな。そう、花が大好きなんだ。そうなんだ。華道もやってるし、生け花だってやってる。フラワーアレンジメント資格もある。すごいな、お前。花のことなら自信あるよ。でも花の鑑定中にそれが出ると思わず、あーなるほどね。そっかそっか、好きなことのために虫嫌いを直さなきゃいけないんだ、こいつは。頭では分かってる。花とそれはセットだと。彼らは花の蜜を吸う。どうかな、僕は立派な女の子だと思うけれど。疑うなら触ってみるか。全員触らせようとしてくんじゃん。それじゃあ触るんかい。あ、じゃあもう QED 証明終了ってところだね。さて、僕が女の子だと分かったことだし、僕にも確かめさせてくれないか。あー、これは絶対やるんだ。あー、もうみんな変態なんだ。あー、悪かったね。他人の股間を触る機会なんてないし、つい、あ、そうなんだ、興味本位なんだ。僕も男探し協力するよ。僕、記憶力はそこそこいいと思うから、よろしくはよろしくね。3人の仲間になった。じゃあもう、あと1人だけじゃん。1時間ぐらいって書いてあったけど、もう終わりそうだな。じゃあこいつ記憶力がいいのか。ま、僕は好きだよ。君は勉強嫌いなんだね。勉強なんで何も楽しくないし。僕たちは DNA も何もかも同一人物ってパパ言ってたし、環境でこうも変わるんだね。いや、まあそうなんじゃない、そうなんじゃない、やっぱね、周りにいる友達とかでも趣味とかって変わってっちゃうしね、ちょっとずつ。やっぱり、あと、あ、花、赤いバラ癒される。遊んだけか。いやー、ほんとだ、めっちゃ叫んでる。虫はダメ。蝶々は綺麗なの。虫嫌いは相当なんやろ。蝶々以外の虫はどうなんだ。いや、どうなんやろ。ムカデとか無理。名前も聞きたくない。ほんと無理。やばい、わかるわ。俺もムカデとかも言葉にも発したくないもん。怖がるピタロウちゃん、かわいいね。ああ、そうなんだ。大丈夫かな、こいつら全員やべんだな。じゃあもう消去法でお前が犯人ってことになった。犯人っていうか、お前が男の子ってことになったけど、いいの。じゃあ性別ジャッジ。なんでこんなに眠いんだろうな。なんでこんなに眠いかって言われると、なんでこんなに眠いんだ。なんでなんだ。さっぱりわかんねえんだけど。まだなんか調べなきゃいけないことがあるんだな。もう犯人はわかっているのに、あいつが眠い理由がわかんねえ。ん？君はさっき、あ、はい。ビオラのお花は癒されます。虫さえ出なければ永遠に見ていられますね。ピタロウさ、虫が苦手なら増加の方がいいんじゃないの？増加はちょっとね、生きているお花からは生命力をもらえる。僕の元気の源さ。あ、そうなんだ。まあ、そりゃ変わってはくるだろうね。さすがに。セーブ。こいつらがいない時に男子トイレに入らなきゃいけなかったんだろうな、多分。じゃないと、なんか、知れない、知り得ない情報みたいのがあったのかな。もしかしたら。保健室に骨格模型があるのは珍しいね。理科室にあるイメージ。あ、確かに。そういえばそうかも。あ、なんかここ調べられるようになってる。薬。思えばもうすぐ花粉症の季節か。あいつ花粉症なのか。どうしても花粉症だけは辛い。お花のスケッチに行きづらくなるし。お前花粉症なんだ。ピタロウちゃん絵が描けるのかしら。ま、うまいかどうかはさておき、お絵描きは好きだね。そう。実は私も絵を描くのが好きなの。あ、みんな好きなの。特にヌードデッサンは好き。人体の造形美は素晴らしいし、そそるわ。なるほど。さすがにヌードデッサンをやったことないな。植物のスケッチぐらいしか。機会があればやってみるといいわ。世界変わるわ。そうか。まあ、機会があれば。絵の話してたらなんだか描きたくなってきたわね。チョココちゃん、今すぐ全裸になって横になってくれないかしら。お前すごいな、ほんと頭の中が。いや、センはいやらしいことしか考えてないやろ、ほんとにね。あ、バレた。ふふふ、怖。未来ちょっと怖いな。そう、俺も怖いって思ってる、こいつのことはずっと。あ、早いかんと。あ、そうなんだ。3人でベッド来ても意味ない。じゃあ行くか。じゃああいつ花粉症ってことであって、あ、ステンドグラス興味はないんだ。僕らはここで待ってるよ。あ、ちゃんと待っててくれる。じゃああいつんとこ行ってみるか。花粉症なんだあいつ。そっか、入り口に花とかがあったからとか、そういう意味なのかな。いや、お前花粉症だから薬飲んだんだろ。あれ、花粉症がねえ。お花が好き。え、
花粉症についてなんか言えることないの？おっと、やっぱトイレ行ってないからもう詰んでんのかってことなのか。もうじゃあ先生とか行くしかないのか。男を見つけて早く家に戻らねえとな。父ちゃんだけじゃ弟の世話できねえし。うん、ああ、うちは父子家庭ってやつでな。父ちゃんは仕事だから俺が家事人通りやってんだ。すげえな。父ちゃんがいないときは俺が弟の面倒見なきゃいけないしな。しっかり者。もうちょい雑談は。P カツはまあ気分転換になったわ。特に何もしなくても金もらえるし。でもそろそろやめなきゃとは思ってた。父ちゃんにバレたら面倒だし。てか実際に今も面倒ごとに巻き込まれてるしな。今後はすっぱりやめた方がいいかな。いずれ素直にバイトするか。まあ変なことをしようとすればあんなおじさん、ああなんか言ってたな空手。確かにこいつが男っぽいか。性別ジャッジ。なんで眠いんだこいつは。 DNA 鑑定。え、だってここら辺とか何も関係ないよね。いやーこいつはまだ捕まえられねえのかな。あ、トイレに行ってないことがマジでなんか関係してきそうだな。本当にやばそうだな。待って、よく考えてみましょう。どうした？これは重大なヒントの予感がするわ。どういうこと？そうやな。そういえばパパは4人の DNA は同じって言ってたけど、あ、そっか、 DNA だけじゃなくて何もかも同じだと言ってた。そもそも DNA って1個じゃないからね。染色体がたくさんの DNA の組み合わせだから。でも DNA 調べて性別わかるんか？何か方法あったっけ？あー、なんか DNA 鑑定。そや、胎児の性別鑑定は DNA を調べるんやったわ。 DNA ってか正確に言えば染色体を調べるってことだ。何の染色体を調べるんだっけ？性染色体。男女の差は性染色体の組み合わせ。警察の捜査にも DNA 鑑定は使われてるそうよ。血痕や唾液からも犯人の DNA を特定できるそう。もちろんそこから性別だってわかる。お前ら頭いいな。そうなんだ。これなら股間を触らなくても性別がわかるんや。いや待って、あの時確かパパ、そうだよね、全く同じ人間って言ってたな。そういえばそうだね、確かにそんなこと言ってた。言ってたね、間違いない。あ、じゃあこの中に男の子はいないのか最初から。これってもしかしてうちら4人に男がいない、そのことをパパは初めから分かっている。なるほどね。男がいるなんて嘘をついてまでパパの目的は、理屈は分かったけど、でもパパにこれを言えるかな。ちょっと怖い。あ、なんだ。え、何が目的なの？100万を。え、何が目的なの？全然意味わかんないんだけど。何を伝えればいいんだ？じゃあ、あいつも、まあ、いいじゃん。空手のやつ連れてって。雑談。え、お前もさ、一緒についてきてよ。こいつを連れてくるには、こいつを仲間にするにはやっぱなんか必要なんだ。性染色体。いや、そうだよな。やり直さなきゃいけないのかこれ。まさか最初から。まあ調べられそうなことないし、パパんとこ行くかよ。おっと、頑張ってるね。誰が男か分かったかな。おらん、あ、ちょっと待って、バツを押してここで一回セーブして間違えてみよう。ラナだ。それが君の答えでいいね。決意は決まった。そうか。ではその根拠は。なんとなくか。そうか。あ、殺される。え、体が動け。お前何の能力者なんだ。私の技術力を舐めない方がいい。おもらしの刑と言っただろ。最悪だ。尿意が。すごいな。あ、大丈夫これ。YouTube 的には。どうだ、今なら解放してやらんでもないが、強がってみよう。これくらい全然余裕やし。そうか。まあ何を言われようと解放する気はない。そうなんだ。そんな、出力をもう少し上げてみるか。わー、大丈夫なのこれ。あ、もう、ダメだったわ。あ、録画されてる。あ、これを録画したかったのか、こいつは。いいの。大丈夫かな。それが目的なのか、こいつは。動画も撮影しておいた。学校に動画を送付することも可能だ。もうお前は私の束縛から逃れられない。どうして、どうしてパパはそんなひどいことができんの？ピーカツなんてそういうものだろ。男にひどいことをされるリスクを背負うからこそ短期間に大きな利益を得られるんじゃないか。
さて、ショーパンに大きなシミができてしまったね。仕方ない、着替えようか。わー、そのショーパンを脱ぎなさい。あー、ダメだ、このパパ。叫んでも誰も来ないよ。ここには私とお前の二人しかいない。お楽しみと行こうじゃないか。ふふふ。負けた。お母さん、お父さん、本当にごめんなさい。あー、ゲームオーバーか、ごめん。ゲームオーバー。愛のない選択は決していい結果にはならない、プラトン。なるほど。続くよ。じゃあ、まあ言ってみるか。男はいない。まあでもこいつの目的もよく分かったしな。おお、そうきたか。ではその根拠を示してもらおうか。私の発言の中に不思議に思うて、ああそれは4人は DNA が同じ。そう、君たち4人は DNA は何もかも同じだ。それはすでに実証済み。さてどういった手段かな。まあ、DNA 鑑定なんでしょう。そう、DNA 鑑定だ。君たちも承知の通り、これは警察の捜査でも利用されるものだ。4人のうち1人が男ならと仮定すると、DNA も何もかも一生おかしいということか、そういうこと。では、男女を決定づけるスタートは具体的に何なのだ。ああ、性染色体。そう、性染色体。たった2種類の性染色体の組み合わせが雌雄を消す。男は XY、女は YY という組み合わせだったな。DNA も何もかも同じ同一人物ということは、性染色体の組み合わせすらも同じということ。男がもしいれば、4人が全く同じということはありえない。そう言いたいわけだな、そういうことだな。ええ、その通りよ。正解だ、なかなかやるではないか。パパ、なんでこんなゲームを。まあ勉強になったけど。パパの目的は？結論から言うと、君たちを説得させるためだ。いや、本当に？なんかもっとすごいことやろうとしてたよ、お前。うわ、そっか。でも結局この能力あるならこいつには勝てねえんだよな。ふふ、動けないだろ。君たちの体に、睡眠薬と一緒にナノマシンを投入した。あ、だから眠かったのか、あいつ。そう、私の特殊性癖はドッペルゲンガー同士の異常愛。だがあまりにもレアすぎてね。そこでひらめいたんだ。君たちと生殖活動し、受精卵から遺伝子改造すればドッペルゲンガーを生み出せるんじゃないかとな。あ、そうなんだ。怖こいつ。な、要するに君たち4人と私が大人するのさ。それで報酬100万、大人の相場は通常10万くらい。そうなんだ、すごいね。だから破格だろ。そんな食事だけの契約だって。今そんなこと言ってる場合じゃないだろ。なんとかしよう、この場を。それがピーカツというものだ。リスクリターンが見合っているだろ。くっ、さあひれ伏せ、服を脱げ、命乞いをしろ。なんだこいつ。どうすれば。体の自由が効かない。包んだわね。もう一人いればなんとかなったかもしれないけど、あ、やっぱそうなんだ。あ、負けたんだ。なんだか体中をまさぐられてるような感覚が。未来、君は女の子の体をまさぐりたいという欲望を持っている。知られてる。逆にまさぐられる気分はどうだ。パパ、未来に触ってすらいないの。なんだこの展開は。実際に触れてはいないが、ほのかに温かく柔らかい感覚。怖こいつ、もう本当の変態じゃん、こんな澄ました顔して。このナノマシン、私が欲しい。あ、そうなの。大丈夫なの、それ。なんかやばそうな感じだわ。遠隔で触る、気持ち悪い、この変態面。うん、触る以外にもこういうこともできるぞ。振り向くことのみ許す。どういうことだ。後ろに何か。え、何。あー、そういうことか。虫がいて動けないんだ。あー、そっか。なんなの、どうすりゃいいの。じゃあ、そう、幻覚さん、お前もう無敵じゃん。じゃあこんなことする必要なかったじゃん。認識をナノマシンでいじったのさ。今のピタロウには後ろの机が巨大な雲に見えて、怖すぎるだろそれは。虫が苦手な彼女にはどれほど耐えられるかな。いや怖、いや登ってこないで、いや。あー、全員バージョンあんのこれ。ひどい、何もそこまでせんでも。ふふ、苦しむ女の子を見るのは実に悦だ。あとはチョココ、君にもおもらしの毛だ。あー、さっき見た。パパはな、4人の中で君のことを一番気に入ってるんだよ。なんで？君が一番大人をバカにしてるからね。なるほど。男のことを金づるとしか思ってる。まあ確かにそのように思ってた俺も。翔くん腐ってる。だからこそか。お前の可愛さは俺のリビドーを刺激する。他の3人も素晴らしいが、特に君を見たとき私には攻撃的な衝動が走ったよ。キュートアグレッションというやつだ。もうこいつ、もう変態すぎて、もう全然頭に入ってこねえわ、何も。やばいわ。君たちの地帯は動画にしてある。もうシャバは歩けないな。
ひどいよこのパパ。いや怖いよこいつ。こうしてうちらはパパのおもちゃとなってしまったのであった。最悪だよ。あ、ゲームオーバーでも一種類なのか。じゃあもう一番最初からやんなきゃいけないっぽいのは、絶対トイレに行ってないのが破片だと思う。じゃあトイレ入ってみよう。あ、やばい展開なのか。え、なんでここに女の子。いや、女の子と決めつけるに早いだろ。で、出くわしちゃった。でもやるしかない。やるしかない。戦いになるのか。なんだ、めっちゃ見てんな、お前。めっちゃ見てんな。え。めっちゃ待ってんじゃん。音めっちゃ聞かれてたやん、最低。なんなの、このおじさん。あんな大きな音聞かれて恥ずかしい。水の飲みすぎには気をつけんと。そうね。え、ここなんもねえの？じゃあアイテム。すごくいいものが見れた。そんな顔してる、ほんとキモい。うわ、キモいな、確かに。え、じゃあここ入っても意味ねえの？僕はピーカツというか、オフ会で出会った人からいろいろ買ってくれて、僕としては結構困ってたんだけど。あ、そうなんだ。それパパカツなの？いや、僕調子乗ってたのかも。だからパパに眠らされちゃったのかな？いや、そんなことないだろ。チヤホヤされるのも疲れるから一人でいる方が気が楽なんだよね。学校の花壇を見てるだけで結構癒される。お花につく、あ、そっか、虫が苦手って言ってたな。あ、そうなんだ。やっぱ雑談は結構やっといた方がいいのかな。趣味ってとにかく金がかかるわよね。あなたもピーカツで工面してたのよね。リスクがあるのは分かってるけど、簡単に大金を得られる手段って他ないのよね。男と会って食事するなんて何も楽しくないんだけど、女の子の方が。あ、なるほどね。あのパパはこんなとこに飛ばして何が目的なのかしら。それにタイムマシンの開発なんて世紀の大発明、世紀違いなんだけど。ん？あなた何か違和感を感じてる顔してるわね。ふふ、考えいいこと。どういう、あ、そういうことだ。これでこいつがちょっと保健室ベッド、チョココちゃんと二人きりだったら押し倒してたか。ああ、なるほどね。二人じゃなきゃ起こんないイベントもあったってことなのか。ってことはもう今持ってる情報でこいつを仲間にすることができるのか。え、なんだろう。あ、料理でも食ったのか。あ、ちげえんだ。あ、大食いだったわ。それに普段食事には気を使ってるからな。今日はチートデーだったからいいんだけど。しかしこんなんだから男っぽいとか言われるが、ちゃんと女子力だってあるんだぜ。あ、お前料理が得意なのか。そう、料理。普段家の料理は全部手作りなんだ。バレンタインだからよ、チョコレートだって手作りしたぜ。渡す男っつっても父さんと弟にあげるくらいだ。あ、そっか、こいつが料理上手のくだりのやつか。そうだ、いいこと思いついた。男か女か簡単に判別する方法。お前が俺の股間を触ればいいんだ。あ、そっか、もうこれみんなやるんだ。オッケーオッケーオッケー。まあこれやって、じゃあボスんとこ行くか。度胸はあるから任せろ。あれ、全員揃った。俺ら全員女ってことだよな。そうなるね。そんじゃ男はおらんかったってことに。そうだとしてどうやってパパに報告する？男はいませんでしたなんて言えんし、証明しようも。俺らが全員ズボン脱いでついてないことを見せればいいんじゃないか。そういう、それはもう相手の思うツボだぞ。そんなことできるわけないやん。冗談だよ、手っ取り早いけど、さすがに俺だってパパに見せたくねえわ。パパの発言の矛盾をつくというのはどうかしら。その上で事実はありのままに話すというの。僕は賛成。というかそれしかないんじゃない。いやでもさ、勝てねえよあいつに。さっき見た生物の教科書使えそうだと思うけど。あ、持ってっか。もう一回4人で。あ、オッケーオッケー。確かにあれが一番使えるね。もう、ほう、もうパパを出し抜けるネタがあるのか。確かあれ、あ、オッケーオッケー。もう場所は分かってるわ。スマホは持っていかなくていいんだ。よし、じゃあ行くか。やっと。たまに漫画で赤いバラを口にくわえてるキャラが見るけど、あれ実際どうなんだ。トゲがあるだろ、バラって。まあトゲは抜けばいいし。あ、まあそりゃそうか。バラを加えるのってオペラのカルメンが由来らしいね。僕は見たことないけど。そっか、そういう話か。じゃあこれを持ってこう。4人は DNA も何もかも同じ。さらに DNA 鑑定までして裏付けも取ってる。そう、うちら4人に男がいない。そのことをパパは初めから分かってる。なるほどな。パパは俺らに男がいないことを知った上で謎解きゲームをさせていたのか。ほぼ謎解いてないけどね。男がいるなんて嘘をついてまで。パパの目的は、ふん、こう難しいこと並べたからって男の考えることは一つはその通りだと思うわ。じゃあ倒そう。あとは俺に任せな。勝ち込み行くぞ。大丈夫なの？お前勝てるの？お前が負けたら本当に嫌なんだけど。
今のうちらなら大丈夫なはずったい。博多弁ってそうなんだ。まあ一応4人パーティーになったし、さらになんかあなんだろう、知らん学校の名前が書いとる。そういえばこの学校って何なんだろうな。少なくとも俺んとこの学校とは違う。見た目は似てるんだが、私の学校とも違うわね。見た目は似てるけれどみんな似てんだ。僕の学校もこんなんじゃないね。ここは一種のパラレルワールドってことかしら。パパは平行世界を行き来できるようだし。平行世界を行き来ってスケールがでかすぎるけど、やってることが誘拐だからお金たくさん持っているんかな。ま、才能の無駄遣いとはこのことを言うんだろう。いやでもさ、あいつ男がいないんだからさ、最初から100万なんて渡すつもりなかったってことだよね。普通に3番目の子って俺のことか。悪かったな、女っぽくなくて。いや近くで見ると、あーもうそうなの、もう殴っ、あじゃそうか、あそうか、こいつの言ってること本当ゴミだったな。じゃあ、おーここのカレーすげえうまかったぜ。一体どうしたらあんなにコクが生まれるの。あ大盛り食ったのお前か。そうね、ここのカレーはバターをたっぷり入れるのが特徴さね。バターはカレーにコクを加えるんだよ。あとはニンニクも少し入れてるね。バターにニンニクか。今度我が家でも試してみるか。お嬢ちゃん料理するのかい、関心だね。ま、うちは不死家庭で家事するのが俺ぐらいしかいねえからさ。そうなんだい。今は大変だろうけど、将来はきっといいお嫁さんになれるだろうね。男か。いつか運命の出会いみたいなのがあればいいんだがな。ラナは本当にうちのドッペルゲンガーやろうか。家庭的すぎる。確かに一番まともかもしんねえ。いや、そうか。そうか、まともじゃないのって2人ぐらいか、でも。バランス取れてるわ、このパーティー。そっか。まあ、じゃあこれでいいんだよな、もう。俺、小学生の時に目についた非常ベルを片っ端から押したことがあるぜ。どういう武勇伝なのそれ、怖えな。後で先生すげえ怒られたけど、ガラス割って押す瞬間は爽快だったんだよな。やば、お前。すごい楽しそう。怒られたくないけど、いや、絶対怒られるよ。絶対怒られるし、やる必要ないから、ね。いいな、芸術的センスか。俺、まるでないからな。あ、そうなんだ。芸術は絵だけじゃないわ。料理だって芸術よ。私はとてもいいと思う。あ、そんなこと言えるんだ、未来ちゃん。うん、僕も料理はそんなに上手じゃないし、羨ましいよ。そうか。そんなに褒められるとなんか照れるな。いいな、こいつら。絵の話してたら、あー、ここは変わんねえんだ。オチをちゃんと作ってくれるんだ。未来ってそっち系なんだろうか。そうなんだろうな。そうなんだよ。よし、これで勝とう。よし、お前の思うようにはいかねえぞ、今回は。なんとかなんのか、本当に。おっと、頑張ってるね。誰が男か分かったかな。男はいない。私たちは無敵だっていう選択肢あんだけど、これ選ぶ時が来んのかな。これで前回のとこだけど、なんかあの魔法みたいなの使われんだよな。あ、でも一人だけ聞いてね。確かに、あいつはなんかパパから何かナノマシンを入れられてないのか。やっぱ聞いてね。なんかさ、俺のこと忘れてね。いや、なんで忘れられてたの。しかも強いな。ラナ、なぜ貴様だけ動けるナノマシンを投入されてないのか。まあ俺、お前に出される飲み物を飲む前に食べ過ぎて寝ちゃったからな。あ、そういうことなんだ。それはそれで警戒心なさすぎやないか。お前言ったような、ピーカツにはリスクリターンがあるってな。こうやって女の子に反撃されるリスクを考えなかったのか。なんか正論みたいなこと言ってる。これ以上殴るのはやめろ。俺はもう動けん。でもどうすんの。パラレルワールドに連れてこられて私たちってどうなるの。そうだな、最後にてめえの玉金思いっきり蹴って終わりとするか。せーの。いや、やめてくれ、俺まだ死にたくない。ドッペルゲンガーの異常愛を見るまでは死ねない。すごいな、お前の行動理念が。いや、知らんわ。ああ。よかった。完全懲悪だ。うん、これで解決だな。お前がいたら何でも解決できるんだ。パパはワフイで倒れてる、いい君。まあね。まあ、これで一件落着か。で、これからどうする、本当にね。まあ、パパが起きたら元の世界に戻る方法を聞き出すとしてできるのかな。やってくれるかな。お前らよ、今日何の日か忘れてねえか。バレンタイン。そう、みんなチョコレート持ってきたろ。友チョコ交換と行こうぜ。お前、のんきかよ。俺、チョコレート作りすぎてクラスのみんなに配るつもりだったが、ここで全部食っちまおう。食いしん坊。溢れ出る女子力の高さ、暴力とのギャップ、確かに。
なんかいたよね、ほんとクラス全員にチョコ配ってくれる女の子、天使のような。うっせ。あとついでに地下食堂でスイーツ頼みまくろうぜ。賛成、めっちゃ楽しそうやん。ふふ、ここで会ったのも何かの縁だわね。でも元の世界に戻ったらもう二度と会えないんじゃないの。よし、そうと決まれば。ああ、そうと決まれば。宴だ、イエーイ。女子会か、これが。すげえ。ああ、よかった、クリアできた。大丈夫かな、これ YouTube に載せる予定なんだけど、今日。いや、素敵なゲームだったな。謎解きゲーっていう割に謎、あ、おまけ。そこまでなんかがっつり謎解きはなかったね。そっか、いや、まあでもそっか、大食いのところ選んだと思って飛ばしちゃってたんだよ。あ、かわいい。マージ元は自分のイラストです。この絵が元です。素敵なイラスト描きますね。立ち絵は AI 生成だけど、ホコグラはこんな感じの下着姿作ってなんとか。ああ、そうなんだ。ゲームってそういう風に作っていくんだ。ババの見た目初、正気やん。最初はドッペルゲンガー同士で殺し合うデスゲームものを作ろうとしたが、さすがに難しくてやめた。難しいんだ。そっちもやりたかったけど、むしろそっちの方がやりたかったかもな。チョココ初期作成。そのまま使うと手に違和感を覚える。ああ、そうなんだ。あ、AI だからってこと。こんな感じで可愛いドッペルゲンガーがいくつ生まれるんです。ああ、そういう意味か。なんか最近この話題になってる AI イラストをドッペルゲンガーっていう風に落とし込んで作ったゲームってことなのか。深いな。なんかすげえ話題になってるもんね。いろいろイベント仕込んであるからよかったら探索してみてね。トイレとか、もうトイレにしかねんか。例えば保健室の役棚とか仲間の数で会話内容が増えます。ああ、見た見た、多分全部。そっか、お前トイレにいたやつか。よし。で、お前は？いらっしゃいませ。あら、猫のお客さんなんて可愛いわね。本当にね、ジブリの世界観でやってるね。アップルパイ食おうとしてる。こうしてまた4人で会えるなんて夢みたいや。最初にパパと話したこの喫茶店にだけはみんな集まれるみたいな。あ、そうなんだ。ここは共通なんだ。なあ、あの後って結局どうなったんだっけな。パパは逮捕。罪状は準強制わいせつ罪だっけ。表向きは睡眠薬飲ませて眠らせただけだから未遂だけど、そうなんだ。あいつタイムマシン作れるってみんな知らねえんだ。あれが未遂？洗脳一歩手前だったのになんか納得いかねえな。納得いかないね。あの時俺がいなかったらお前ら今頃どうなっていたことが本当にね。もう散々だったよ。私たちがパパのおもちゃにされた世界線もあったかもしれないわね。チョココちゃんをおもちゃにするのは私なんだか。そうなんだ。なんかとんでもない言葉が聞こえたような。てかあれからお前らどうよ。まだピーカツしてるのか。こんな女の子4人集まってそういう会話すんだな。ああ、さすがにもうゴリゴリだよ。しばらくオフ会自体したくないや。だってこの子だけ別にパパ活してないもんね。ただ友達とオフ会、てかゲーム仲間とオフ会したら見つがれたってだけだもんね。天性の才なんだろうな。最近はカードゲーム大会に向けてデッキ調整中だから忙しくてそんなのやってられないわな。ああ、そっか。遊戯姫カードガチ勢なんだお前。そうなんだな。俺もだ、家族にバレても面倒だし、もう足を洗って、足を洗う。今新聞配達してるけど、いずれはスダーバーでバイトしたいぞ。ああ、そうなんや。で、チョココは？いや、うちもまあ、やめてるかな。本当はしてるけど、やめなさそう。本当はしてるって顔してるな。ギク、一回食事するだけで何万も稼げたら働くとかバカバカしそうだよね。時間的に考えたらめっちゃ効率よく思えるから、なんか普通に働くのって何なんだろうってなっちゃうかもしんないね。もしもそういうのが普通なら。あの一件で痛い目見たのに思いのほか精神ずぶといんだね。まあ自由だけどさ、ほどほどにしとけよ。いつかマジでそういう目に遭うかもだし、ていうかむしろ自分からしちゃうのか。他の男に奪われちゃ絶対ダメよ。チョココちゃんの初めては私の。お前だけなんか全然違う話してるよ、ずっと。そんなことするわけないやん。うー、初めてはお金持ちの素敵なイケメンに捧げるんや。そうなんだ。じゃあこれで終わりかな。というわけで、ピーカツウィズドッペルゲンガー、ま、なんか結構カットしてるかもしんないですけど、気になった方はぜひやってみてください。というわけで、今回もご視聴ありがとうございました。